紀元前260年の戦国七尾戦国七尾は、中国の戦国時代に有力だった七国を指す言葉、稀にその七国の君主を指す場合もある。春秋時代の中国には、ウの連合体からなる数多くの国家が存在したが、弱小国は大国に次々と平等されていき、領域国家へと成長を遂げた、旗、祖、聖、縁、蝶、義、官の七国に修練した。 この七国を戦国の七王とも言う。春秋時代には、周王の権威に挑戦して王を称したのは、長江中流の諏訪に、下流の呉と古史の君主だけであり、主として、高賀流域の下北の国々は天使である周王室の権威を尊重して王の進化たる諸侯を称したが、戦国時代に入ると、下北の大国までもが、次々と天使たる王を自称するようになった。 旗と歳の君主に至っては、一時期であるが、西御門、東御門を名乗っていたこともあった。しかしこの七国以外にも、守る、路など、弱小ながらも存続していた国もあり、僧や中山は七国には及ばぬまでもそれなりに力を持っており、同じく君主が王を自称していた。また勢力が衰えたとはいえ、中王朝も存続していた。最終的には、 旗の始皇帝によって、他の六国や、その他の小国は滅ぼされることとなり、唯一残ったのは、戦国七尾には含まれない小国、守るだけであった。栄が滅ぼされるのは偽皇帝の治世に入った、後であった。また、旗王朝末期から全漢成立までの一時期には、旗以外の六国すべてが復興している。しかしそのうち、朝は、本来の王が、 別国に封じられ、最小が長王となった。またには皇羽に領土を削られて、正義となった。その海王は阪神の名手に祀り上げられ、後に義弟となるが、やがて皇羽に殺され、祖官戦争期には、清祖の覇音を称する皇羽の勢力が祖と呼ばれた。これら諸国は皇羽内主観の流法によって、再び滅ぼされた。ありがとうございます。